京芸術劇場から広がる文化都市豊島の創造。平成16年度より始まった豊島文化フォーラムは、各分野で活躍する文化人を講師に招き、参加者とともに豊島区の未来像を考える場となっています。平成19年11月、豊島区は区内6大学と連携・協働に関する包括協定を結びました。豊島コミュニティ大学では、各大学の特色を生かした講座プログラムを展開し、平成21年度からは文化や環境をはじめ、区の重要施策をテーマとした豊島学講座がスタートしました。地域の文化活動を支える文化ボランティア、劇場スタッフや本の読み聞かせを行うリーディングボランティアの育成講座では、修了生が高齢者施設や図書館など区内各所で活躍しています。東京音楽大学の協力のもと、小学生を対象に開催するジュニアアーツアカデミーや、アーティストが保育園を訪れダンスや音楽のワークショップを行う子どものための文化体験プログラムでは、次世代を担う子どもたちにさまざまなアートとの出会いの場を提供しています。また西巣鴨創造社では、毎年アート夏祭りを開催し、親子で楽しめる演劇公演が行われています。豊島区では区が設置した2つのアマチュアの楽団が活躍しています。東京都23区初となる豊島区管弦楽団や豊島区吹奏楽団は、年数回の演奏会のほか、地域のイベントにも積極的に出演しています。各地域文化創造館では、地域に根ざした文化を発信するとともに、数多くの団体が日々さまざまな活動をしています。町のにぎわいを語る上で欠かせないのが祭りです。昭和43年に始まった袋祭りは、夜の池袋駅前を埋め尽くす宵みこしや、都内最大級の東京よさこいなど、4日間で観客動員数120万人を誇る一大イベントです。昭和46年にスタートした大塚阿波踊りは、毎年1000人以上の踊り手が参加し、大塚の街中に掛け声が響き渡ります。このほか、ソメイ桜開花祭りや巣鴨中山道菊祭りをはじめ、さまざまな催しが地元商店会や町会など地域の人々によって活発に行われています。池袋西口公園野外ステージでは、フォーク&カントリーウエストパークフェスティバルや、池袋西口公園ステージライブ、東京フラフェスタ in 池袋など、さまざまな文化イベントが毎月のように開催され、街行く人々に親しまれています。豊島区は音楽の街としての顔も持っています。地域、商店街、企業が一緒になって、街角のさまざまな場所でライブやセッションを行い、交流の輪を広げています。時には区役所のロビーも舞台となります。東京音楽大学の協力のもと行われるコンサートや、豊島区美術家協会の美術展など、身近な場所で文化に触れる機会を提供しています。
平成元年より始まった民族芸能因豊島は、豊島区の無形民俗文化財である長崎獅子舞と藤本囃子を現代に伝えるとともに、他の地域の優れた民族芸能との共演など、バラエティに富んだ演目で毎年好評を博しています。町全体が美術館をコンセプトに、年1回新池袋モンパルナス西口街角回遊美術館が行われています。かつての池袋モンパルナスの精神を受け継ぎ、 NPO、 大学、企業などが中心となって、街の至るところで美術展やワークショップを開催しています。我が国を代表する画家熊谷守一の住居跡に佇む豊島区立熊谷守一美術館。熊谷守一は池袋モンパルナスの若き画家たちにとって良き理解者でもありました。美術館には守一の独特な画風の油絵や墨絵、書など数多くの作品が展示されています。椎名町地域では漫画の聖地トキワ荘を生かした街づくりが行われています。平成21年4月、そのトキワ荘をしのんで地域の人々が中心となって記念碑を設置。現在多くのファンが訪れています。平成21年度には区立郷土資料館の企画展トキワ荘のヒーローたち漫画にかけた青春や、商店街が中心となってさまざまな展示や催しが行われるなど、区と地域が共同して町の活性化に取り組んでいます。雑司ヶ谷地域では岸門人の欅並木や手塚治虫が創作活動を続けた並木ハウスを生かした町づくりへの取り組みが始まっています。また駒込地域では町会、商店街など地域が連携し、ソメイヨシノ発祥の地を生かした町づくりなど、区内の各地域で歴史と文化による町づくりが始まっています。このように豊島区は地域や大学、アート NPO などさまざまな人々と共同して事業を展開してきました。これらの長年にわたる取り組みが評価され、平成20年度文化庁長官表彰文化芸術創造都市部門を受賞しました。豊島区の文化はさまざまな人々とのつながりの中で育まれてきた文化です。文化は人々の心を豊かにし、生きる活力を与え、社会に潤いを与えてくれます。魅力的で素晴らしい文化のある地域には元気な人たちが集います。元気な人が生き生きとした街を作っていきます。人と人との出会い、人と文化との出会い、人と社会との出会いが街を明るく元気にしていく。豊島区の未来は今あなたの手に。